あの人の現在。オノエレナ、現在は麻布十番のバーで働いている。近所のコンビニで度重なる目撃情報も。元 AKB48 に所属していたオノエレナさん、2010年に AKB48 を卒業しています。そんな小野さんですが、 AKB48 卒業後は一体どのような生活を送っているのでしょうか。彼女の卒業後の足取りから現在の様子までご紹介したいと思います。プロフィール。氏名小野エレナ。誕生日1993年11月26日24歳。出身地東京都。血液型 A 型。職業歌手、アイドル、女優。経歴。小野さんは2006年に第2期 AKB48 追加メンバーオーディションに合格。もともと AKB に憧れていた小野さん、念願の AKB48 のメンバーになりました。4月には AKB48 劇場でのチーム K 初日公演でデビューを果たしています。翌年には映画明日の私の作り方で女優にも挑戦しています。女優業としては2010年には映画三角で初のヒロイン役に大抜擢されています。歌手業としては2009年の AKB48 の12枚目シングル涙サプライズのカップリングに自身のソロ曲ファーストラブが収録され、 AKB48 のシングルにソロ曲が挿入されるのは異例のことであり、初の試みとなって話題となりました。またその年の AKB 選抜総選挙においては、映画や歌手の話題性もあって11位という AKB48 の中でも中心人物になりました。しかし順調にいっていたアイドル活動でしたが、2010年に代々木第一体育館で開催された AKB48 コンサートサプライズではありませんの千秋楽で、夏に AKB48 を卒業することを発表してファンを驚かせました。卒業後は語学留学をする予定ということを発表し、自身のブログや SNS を続々と閉鎖し、芸能活動を一時お休みしました。そんな彼女がまた動き出したのは翌年の7月。再び新規にブログを立ち上げ、芸能活動を徐々に再開していきます。2012年には自身のソロデビュー曲エレピョンを発表。およそ2年ぶりに芸能活動を本格的に再開されました。そしてなんとその年にいきなり第54回日本レコード大賞で新人賞を受賞。これ以上ないスタートを切りました。その後5枚のシングル1枚のアルバムを発表して波に乗ったかと思いましたが、またもや2014年に芸能活動を引退すると突然発表しました。ファンとしては浮き沈みが激しいですよね。引退と同時にブログなども閉鎖。ファンとしては小野さんのその後をつかみにくくなってしまいました。そんな小野さんは今現在どこで何をやっているのでしょうか。麻布十番のバーで働いている。そんな小野さんですが、現在はなんと麻布十番のバーで働いているとの噂が。確たる証拠はないので本当に噂レベルではあるのですが、目撃者もいるみたいです。実は小野さん、麻布十番で働く前にはなんと歌舞伎町で働いていたといいます。どうやら歌舞伎町経由で麻布十番にたどり着いたみたいです。そこで小野さんはキャバ嬢をしていたらしいですが、かなり人気があったらしく、恐ろしいほどに稼いでいたのだとか。
特におじさまたちを手玉に取るのがとてもうまかったといいます。ちなみに源氏名はエレナ、そのままですね。さて、そんな小野さんの現在の姿はどうなっているのでしょうか。現在の姿、ブログなどを閉鎖しているためタイムリーに情報を得ることはできませんが、歌舞伎町で働いている時の画像を発見しましたので紹介いたします。アイドル時代よりもかなり色気が出てます。ショートパンツはとても可愛いですね。男性はきっと放ってはおけないでしょうね。続いてはこちら、胸元が開いたかなりセクシーな衣装です。いかがでしたでしょうか。キャバ嬢など夜の道に進んだ小野さんですが、とても元気にやっているようです。このまま夜に身を置いてしまうのかは分かりませんが、もし芸能界に復帰することがあればまた応援していきたいですね。